はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。ガンダムジオラマフロントやりたいと思います。続きですね。であらかじめここのこれなんていうのかな、資源と資金を減らしておきました。でちょっとね、昨日の続きをやってみようかなと思います。早く一等兵にコアをね、レベル4にしたいんですよね。でこれがなんか意味わかんないんだけど、救援要請をするとどうなるんだ。昨日救援要請したんですよね。2つ要請できるのか。意味わかんねえ。でこれと支援物資とフロントコアレベル3っていうのがあるんだけど、とりあえず支援物資っていうとこ行ってみましょうかね。支援物資やエリア攻略役立つ特殊な効果があるようね。一度使用しても一定時間後また追加走行、次の戦闘で出撃する機体のヒットポイントが 10% アップします。へえ、そういうやつだったのか。じゃあ早めにやればよかったわ。全周知、これは何なんだろう。あー、とりあえず今までと同じようだ。あ、これすごいな。なんか MA があるんですけど、これちょっとでっかいやつじゃないの。これなんだろうな。これちょっときついな。なんかコテホダイ見たことないんだけど、これ勝てるかい。まあとりあえず行ってみますけど、これ勝てないんじゃないかな。どうしよう。こっからか、この辺から全面的に行った方がいいかな。散らばすとなんか負けそうな気がする。どうですかね。勝利の栄光皆に。アーマーが 10% 強くなってはいるけど、負けそうだぞ。敵はよりどりみどりか。結構きつくない？よし、いける。全面的にいけ。外出てって、一応コアは破壊しましたね。モビルスーツには自分のおかしさを変えたというものがある。わあ、これ無理っしょ。こんなにザクいっぱいいても。冗談ではない。わあ、変形した。すげえぞ。見せてもらおうか。うわあ、シャア来たけど、もうシャアのヒットポイントもそんなに残ってねえぞ。うわあ、この砲撃 MA に残しとけばよかったかな。ああ、でも案外弱い。あ、やったやったやった、勝てましたね。すげえ強そうに見えたけど。というわけか。勝ったわ。お、ランク S 初めて取りました。やっぱランク S ってあったんだ。今まで A だったけどね。S あるんじゃないかなとは思ったんですよ。
ということで第一エリアクリアかな。あ、これで救援物資か。第二エリアね、このなんかわかんないんですけど、誰か教えてください。これ何なの、今の試合で使ったんですかね、わかんないわ。一等兵、上等兵になった。二等兵、じゃあちょっといくつかだけやりますかね。違う、これ何、資金パック6000獲得します。別にいらねえこんなの。これ妖精って2つ妖精できるのかな。できますね。意味わからんぞ。あ、これは普通にいけそうだな。ちょっとバラバラなのが気になるけどね。あ、出撃できないエスがいる。回復しましょう。BC で。21か。まあいいでしょう。おっしゃ、行ってこい。勝利の栄光、皆に。これは防壁がないんで、割と楽に行けるパターンじゃないでしょうか。で、シャアをこの辺に出して、攻撃あんまりするまでもないけど、しちゃおうか。惜しくは破壊。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないかということ。ちょっと分散してんのが時間かかるっていうのもあるね。分散させとくっていうのも一つの手かな。戦いとは2手3手先を考えて行うもの。やっぱこれ全回復するときとしないときがあるんですね。いいんじゃないでしょうかね。とりあえず今回この辺で終わりにしとこうかな。お、あと3勝。5連勝。ヘビーバルカンってなんだ？合計3個。あ、でももう2つ壊してるじゃん。OK。もう6万になっちゃったんで、こっちももういっぱいだから今日はやめましょうね。で、次回残りをやって第2エリアを攻略していきたいと思います。そんな感じで、まだ一等兵にならないんだろうな。早く一等兵に。ダメだ、まだ二等兵だ。ログインボーナスなんだ。あ、これいらない。いらないですね。よし、ということで、なんか回収できる。なんかね、この資金が有り余ってるんで、いろいろ開発はしてます。あ、これまだだ。で、こっちの同盟タワーの方にも、あのフレンドさんのところに申請しましたんで、もしかしたら何かお見せできるかもしれないですね。この同盟タワー何やるのかすら分かってません何やるとこなんでしょう、同盟タワーって。で、この辺のレベルアップとかも後にしよう。早くコアのレベルを上げたい。でも一等兵にならないとできない。で、それ以外もレベル上げるのに
コアをレベル4にしなきゃダメって言われてるし、とりあえず一等兵にならないと全然進まないですね。ということで制圧戦をいっぱいやるしかないということで、次回第2エリアをね攻略するところまでやっていきたいと思います。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。